だからこれ俺が金をここに引っ掛けて、引っ掛けてこっちへ戻る。だから、歴史の聖堂を歪めた財源。劇団の企画公演として今年の2月に高知で上演される紙面劇、その稽古もいよいよ残りわずか。毎回2本立てでお送りしている紙面劇、今回の作品は土佐竹取、そして昨年四日市でも上演したパノラマ島。この日はどちらの作品も稽古があるという長い一日。土佐竹取の稽古中、次のパノラマ島の稽古に向けて準備をする柳瀬さん。今日はそんな本番直前の緊迫した現場で奮闘する劇団員たちに密着してみた。この日、取材班が稽古場を訪れたのは午後の4時。紙面劇で上演される作品の一つ、土佐竹取の稽古終盤。土佐竹取に出演する劇団員たちは、1時から集合して稽古をしていたとのこと。柳瀬さんも、次のパノラマ島の稽古に向けて備えます。阿波の国の港に手足止め。28日、夜もすがら、雨山。ある時には岸方ゆくすれば、チンチンって言ってる間に休めるから。チンチン。2行目の最後の方をちょっと伸ばせばいい。え、どう？吹き寄せられて、そこ伸ばす。吹き寄せられて、チン。ある時には岸方、はい、それで、草の根を食い物と敷きなどって何なんですか。ここが引っかかっちゃうと。そうそうそう、だから一方向しかこれいけないとちょっと、じゃあやっぱだからこの上の方についてればいい。そしたら両面に、ここの3分の、これぐらいだったら、これぐらいだったらこうしていけるから、で、もいくつかあった方が、紛失しそうだから。ジニアでしょ。ショックい。ここまで来ます。そしてようやく土佐竹取の稽古が終了。入れ替えで帰る劇団員。そして休憩後はパノラマ島の稽古。お話は M 県とはずっと離れた東京から始まります。ひとみさんいるんでしょ。その穴の底に横たわっている死人は他ならぬ彼自身なのです。そこで彼の死にていた妙計という土佐竹取に出演しているメンバーは引き続きの稽古。休憩中のインタビューもはばかられるほど見て取れる疲労度に、紙面劇の稽古の密度の濃さがうかがえます。それでいて名城すべからなる。パノラマ島は昨年5月に三重の四日市で上演された作品の再演。昨年の作品とはいえ、膨大なセリフ量と段取りを思い出すのは簡単なことではありません。前半部分を2回通して、その後後半部分をブラッシュアップ。まだ1時で限界です。そしてようやくこの日の稽古が終了。劇団員たちの疲労もピークに達している中、劇団主催で紙面劇の脚本演出も務める松村さんに今回の作品について伺ってみた。高知でやるんでね、
高知ゆかりのって土佐日記、紀貫之という人が書いた平安時代のですね、まあ、あの土佐の長官だったわけですけれども、紀貫之という人がね、その人が、まあ、土佐の知事みたいだったのが、まあ、その任期を終えて京都へ帰る、その船旅を歌混じりの日記にしているのが土佐日記なんですよ。それでその竹取物語っていうのは皆様おなじみかぐや姫で、これも同じぐらいの時期にできたと言われてるんですね。でかぐや姫の竹取物語は有名な話の割には誰が書いたかわからないんですよ。だけどもそのある一定の知識人というかアカデミックな人じゃないと書けないし、で主眼、まあ皆さん知ってる人もいると思うけど、主眼があのおとぎ話というよりは政治批判なんですよ。藤原摂関家の、藤原家の、まあ、藤原周りの人たちへの風刺だから、これあのうちの時軸っていう芝居の中でも出てきた豪王って出てきましたけど、あの5人が、かぐや姫に出てくる5人の貴公子なんですけど、実在の人あるいは実在の人を違う名前で言ってる、それをまあ同じ時期に土佐日記と書かれていて、いろんな候補がいるわけ、この人が書いたんじゃないか、時代をいろいろね考えていって、立場とか紀貫之も一人の候補である。で、あのそれはもう歌の技術とかね、当時一位です。そして紀貫之のまあ同じ紀の家の、ちょっと遠縁ではあるけど、紀の夏井っていう人がいて、この人は最後に土佐にあの流罪になって、応天門の変っていうね、あの有名な事件で、あのとばっちりで、土佐に流罪になった人なんですけど、この紀の夏井って人も候補なんですよ。かぐや姫の作家じゃないけど、他にもいっぱいいますよ。紀の家じゃない人もいっぱいいるんですけど、今言った応天門の変っていうのを一つの契機として、いろんな政治的ななんか陰謀みたいなのが交錯してて、その余波が土佐日記とかぐや姫に出てきてて、でまあ土佐日記、さっき言ったようにただまあ紀行文といいますか、旅行日記なんだけど、根底にはですね、その土佐で子供を亡くしてるんですね、ちっちゃい。でその子供死んじゃったねってことがずっとあるんですよ。それがなんかね、かぐや姫もなんか竹から出てきた子供を最終的に月に帰って失う話だったりして、まあ紀貫之作者説もあるし、まあそこつなげてみようっていうので、オリジナルな発想ですけどね、土佐竹取ってその2つの物語合体させたものです。そして和歌がいっぱい出てくるんですけど、まあそれを普通に音階つけて歌に音楽にしたり、まあそういうような演出をしてるんですけど、前回新作だったから、まあ本当にギリギリ出来上がったところで発表しているので、今回は再演なので、まあもう少しなんか時間なくて詰め切れてないところも詰めていこうとは思ってるんですが、なんせ今度は土佐竹取が新作で、そこに時間取られてて、今パノラマとは手をつき始めたぐらい、もうちょっとで本番なんだけど、思ったよりやっぱセリフがすぐ戻ってこなくてちょっと大変ですけど、あのなんとか取り戻して、かつもう一歩ね、なんか紙面劇の一つの代表作にするためにあの頑張っております。ギリアンの紹介、熟しきらぬ桃のように泡立てた白い産毛の深い頬の上を涙の川が乱れる。稽古後は劇団倉庫に荷物を持って帰り、そのまま作業。作業が終わる頃には空も真っ暗。とまあまあ残ってますよ。やば。1、2、3、4、5、6、7、8。やば。やば。やめよ。数えるの。帰ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。脚本、演出、小道具の作成から稽古場手配など、すべてを劇団員が担い、作品を完成させる。劇団としての公演の究極形ともいえる紙面劇。そして、
そんな全てを担っているからこそ表現できるものがある。本番までは残りわずか。まだまだ劇団員たちの試練は続きます。